アメリカの債務31兆ドル、日本円換算4000兆円以上なので、アメリカもそれぐらい負債を負ってるってわけですよ。ぽからぽから、皆さんこんにちは。経済アナリストの馬渕真理子です。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えします。馬渕さん。はい。ゴールデンウィークが明けて、とりあえずちょっとまずリフレッシュされたかなっていう。ありがとうございます。けれども、はい。ちなみになんかゴールデンウィーク中というか、休みの期間中になんでって感じなんですけど、すごい、英国がなんか、やばそうな。大変でしたよね。はい。まず銀行が1個破綻して、まあ、買収されたので、はい、少しそこはあまり大きなことにはならなかったんですけど、アメリカの会議も通過して、さらには債務上限問題とか、いろんなものが出てきてますよね。巷では株式会社アメリカが倒産するみたいな、そんな表現とかも使われてたり、もうアメリカやばいんじゃないっていう話とかもあったんで、ちょっとそのあたりちょっと解説しておきますと。OK です。アメリカがやばいんですかっていう話の大きなところになってるのは、債務上限問題ですよね。はい、はい、はい。これがかなりニュースになってて、コメント欄でも解説してほしいっていうご質問かなり多かったんですけど、はい、そもそも債務上限問題何かっていうところと意味合い、それからこの先どうなるのか、ちょっとお話ししたいと思います。債務上限問題っていうのは、国って国債発行して資金調達しますよね。なので国債を発行してお金を、手に入れる。これで借金なんで、負債なんですよ。なので国債を発行して、どんどん借金が膨れ上がっていく。これはダメだというところなんで、一応国として、どこまでだったら国債発行していいかっていう債務の上限を決めてるんですよね。で、その上限のところまで達してきたので、これ以上借金できませんっていう数字になっていると。これが起きると何が起きるかというと、これ以上借金できない中で、返済しなければならないものが待ってるわけじゃないですか。そうですね。でも返済できないっていう風になると、債務不履行、企業と一緒で債務不履行になったら国は破綻してデフォルトっていう風になるので、そんなことが起きるんじゃないかって心配してるって感じです。なんですけど、そうですね。じゃあどれぐらいの債務を発行しているかっていう数字面見ていきたいんですけど、だいたい31兆ドルですね。コロナでめちゃくちゃ増えました。ですごいな。31兆ドル。だから日本円で換算すると4000兆の借金です。だから日本って借金1000兆円なんで、アメリカの方が全然大きいのよ、債務。日本ってさ借金大国、借金大国って言いますけど。もうやばいやばいって言いますね。けど、アメリカの債務31兆ドル、日本円換算4000兆円以上なので、アメリカもそれぐらい負債を負ってるってわけですよ。で、このまあ、上限っていうのは歴史的に見てもずーっと引き上げられてきてて、もういっぱいいっぱい難しいってなったら、じゃあ上引き上げましょう。じゃあ引き上げましょうってことずーっと繰り返してきて、今あるのよ。じゃあ、今回も引き上げしましょうよっていう話で、民主党と共和党が対立してバチバチやってるっていう構図です。なるほど。実際問題、どうなっちゃうんですか、これって。これ多分、まだわかんないですけど、引き上げられると思いますよ。どういうことかというと、ちょっとこの債務上限問題に関しては、政局の戦いというか、プロレスチックなところはあるので。プロレス?恒例行事なんですよ。もう。で前からマーケットにいる人よく知ってるから、そんな騒いでないじゃないですか。よく知ってる人って。毎回やってんな、みたいな。アメリカの債務上限問題、プロレスっていうのは有名で、まあどういう構造かって言ったら、まあ民主党と共和党と二大政党ありますよね。で、民主党は大きな政府を、まあ標榜しているので、どんどんこう、債務も膨らまして、国民生活を支えて、財政出動いっぱいして、大きな政府で国民を守っていこうっていうのが民主党なんです。で、その真逆が共和党なんで、あんまりその財政出さずに最小限にして、民間は民間の力で頑張れよっていう感じで小さな政府でやってるのが共和党なんですよ。そうすると、債務上限を引き上げる上げないの時に、党派でやっぱり対立しますよね。いや、上げない方がいい、上げる方がいいっていうので、ガチャガチャやって、でギリギリまでガチャガチャやるのよ。なんかもう政局のプロレスなので、そういう過去をよく知ってる人は結構冷めてるよね、ずっとこの話。なんか、そんなに、またやってんのみたいな。なるほど。で、これは、あれなんですか、最近、アメリカのどっか銀行がなんか破綻して、重なったりして、恐怖心というか不安が、巻き起こるじゃないですか。はいはいはい。なんかその問題も重なったりして、やばいやばいみたいな。あ、そうそうそう。が、あんまちょっとわからない。他の中で
盛り上がっちゃったみたいな感じだった。そう、銀行破産のところとはちょっと別の話で、これは。本当に、コロナ禍でめちゃめちゃお金ばらまいたんで、アメリカ。現金給付もすごいやったし、それは負債増えてますよね。なんで借金増えてるんですよ。それが、まあ、今年に入ってきついねって言われるだろうって、おそらくみんな分かってたんですよ。で、債務上限問題出てきましたね、と。で、実際これ、まあ、資金繰りが行き詰まるみたいなことになると、政府の機関が閉鎖されるっていうのもあったのよ。過去に結構ニュースとかでも私見たことは あるんだけど、いろんな機関、いろんなこう政府の自由の女神が休業になったりとかさ、あと雇用統計の発表がなかなかうまく出せなかったりとかさ、なんか政府の方々が管轄している業務が滞るのよ。っていう風になっていって、で、それがどん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 市民生活に影響するところまで政府の業務が滞っていくと問題じゃないですか。はい、みたいな風に、こう資金繰りがないと、こう政府側の人が働けないので、業務停止になっていって、国民生活にも影響が出てきて、で、だん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 本当にやばくなったら倒産、みたいなことになりますよって言われてます。だけど、まあ、その、アメリカが破綻するってことちょっと考えにくいので、基本的にはギリギリのギリギリの日までプロレスやって、で最後引き上げるんじゃないのかなって思ってる人がやっぱ多いと思いますけどね。いや、そうですよね。いや、僕もね、なんかそんな、なんだろ、知人からプロデュースをして、アメリカが倒産するらしいじゃんみたいな。でも、なんかアメリカが破綻することなんてありえないって、うん、心の中で思ってたんですよ。させないように絶対大きな力が動くんだっていう風に思ってたから。そう。で、一点も懸念点っていうのは。2011年に大きくこれによって株価が下落した時期があったんですよ。それ何かというと、当時も債務上限問題でガチャガチャこうプロレースやってたんですけど、最終的に債務の上限を引き上げたんですよ。だけど引き上げるってことはもうさらにこうアメリカの負債が大きくなるっていうことが、まあ認められるというか、事実上なっていくわけじゃないですか。そうなると、格付け機関 S&P とか、いろんなスタンダードプアーズとか、あるじゃないですか。あそこの格付け機関ありますよね。株とか債券、いろんなもののこう格付け機関。そこが、アメリカの国債の格付けを引き下げちゃったんですよ。で、AAA のだったアメリカの国債の価値が、AAA から AA になっちゃったので、債務上限を引き上げたことによって、格付けが下げられたと。これはこれでやっぱダメージ大きいわけじゃないですか。アメリカという国はもちろん破綻はしなかったけれども、格付けが下がっちゃったので、アメリカほどの国がそんなに格付けされるって相当やばいねって言って、こう、米国債ショックみたいな感じで大きくアメリカ株とか、アメリカのドルが下落するってことがあったんですよね。そういったことがもしかしたら起きるかもしれないですけど、でも破綻は多分ないよね、デフォルトは。なるほど。この単品だけで見ても、なんかその、じゃあ、対応はあって、どうにかは片付くかもしれないけど、なんかそれによって引き起こされる何かしらの問題とかで、株が上下するとかは全然起こり得る。うん、あると思うね。過去だからデータいろいろ見てみると、この債務上限引き上げる、満杯まで来て、引き上げてきた回数って80回以上あるみたいなんで、歴史的に見て。それはじゃあもう本当に、あ、またこの時期になっちゃったっていう。いや、そう思わない。だって80回もやってんだからさ。なりますよ。それこそお祭りの、この近くのオフィスの地で、お祭りののれんが立ってて、あ、夏祭りの時期かな、みたいな。そうじゃないですよ。あ、もうそんな時期か、ってそういう感じだってね、まずさん。どうぞ、小林さんも多分今日なったと思うんだけど。そう。なので、うん。だけど、まぁ、ちょっとそのいろいろ懸念はあるし、まぁ、今日お話ししたことが 100% じゃないから、もしかしたらってことはあるかもしれないけど、その時は、その時また速報でお話ししましょう。今の段階ではちょっと考えづらいですね、破綻はっていう感じです。ありがとうございます。まぁ、とはいえ、なんかそれによって引き起こされる何かしらの問題とかには持っていこうと思います。あ、そうですね。はい。ありがとうございます。今日もすごい説明になりました。はい。ありがとうございます。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。今回の動画がいいなと思っていただけた方は、ぜひいいねボタンと通知ボタンとチャンネル登録までどうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。